吉田4丁目から長野運動公園方面を望む東方線は長野県長野市の南長池交差点から3歳駅付近に至る都市計画道路。長野市の東部を従貫し豊野町方面に連絡する予定。現在北端の一部を除いて完成、強要されており南端の南長池交差点運動公園南入口交差点交点は 長野県道375号大津島、東和電線に指定されている。起点付近長野市東部郊外の m ウェーブにほど近い、南長池地区の長野県道58号長野、須坂インター線に橋を発し、西尾割部の新興住宅地を貫いて、国道18号と交わる。この付近は、国道18号のほか国道406号も交差しており、 また交差点の角には長野東郵便局もあって、混雑が激しい。国道18号交点を過ぎると、長野運動公園と共に整備された区間であり、歩道とは別に自転車道が整備されている。東側に広がる長野運動公園内には、長野オリンピックのアイスホッケー会場、アクアウィングもある。運動公園北口交差点により、先は2004年に開通した区間である。 吉田指定目ではほぼ同一で本路線と長野、電鉄長野線、浅川、品野鉄道北品野線、北陸新幹線とが互層に交わる。最も後から開通した本路線は、長野電鉄線を原町水道で潜り、浅川を稲田南原橋で越え、北品野線、北陸新幹線を稲田江の木水道で潜る。水道の先は稲田。 徳間の区画整理が完成した住宅地内を貫く。この辺りは、慶長年間に北国街道に指定されており、その道筋に植えられた稲田の絵の木は先日の水道名の由来にもなっている。北部幹線との交点付近では、商業集積が進んでおり、ロードサイド店がの木を連ねる。国立長野工業高等専門学校の西側で、 長野県道399号長野豊野線と交わるとすぐ、駒沢側の手前で、現在の共用終点となる。この先は、県道399号を改良する形で山歳、駅付近に至り、さらに山歳南郷バイパスに接続して、豊野町方面に向かう予定である。福音は、全線にわたって十六メートル。原町水道で、長野電鉄線の築底を潜り、 直後稲田南原橋で、浅川を越える続いて、稲田への寄水道で、北品の線と北陸新幹線の高架を潜る。ありがとうございます。